はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ちょっとご紹介したいロットがあります。ガイドポストシリーズなんですけれども、ガイドポストシリーズの新ロットをちょっとご紹介したいなと思います。ガイドポストシリーズというのはですね、入門される方から、あるいは今まで始めてるけれども、いまいち超過が上がらないという方がちょっとお試しに買っていただいたり、あるいはやっておられる方、やり込んでいただいている方のサブロットにしていただいて、結構用途広く使っていただいているロットなんですね。で、根強い人気がありまして、で今アジがですね、もうプランクトン A さんしか食ってないんですね。そうするともうジグヘッドも軽しなきゃいけないとか、いろんな問題が出てきましてですね、今までのそのガイドポストシリーズというのは結構ミディアムからどちらかというとファーストに近いようなアクションだったわけですね。でそうしますとですね、軽いものがやっぱり初心者の方扱いにくいわけですね。でそんな中でも扱いやすいようにというところもやっぱり含めてですね、新しいものを作っていかなければいけないんではないかというところで作ったのがこの LHR の52です。5フィート21、結構レングスは短くしてあるんですけれども、これぐらいの長さが一番どなたでも使いやすいんではないかというところで作りました。でかなりこうスローテーパーになってます。曲がるということですね。で曲がってくれるもんですから、要するに曲がりの頂点を後ろに持ってきてるわけですね。でそうすることによってロッドのしなりというのを使えますので、軽いものをかなり遠くへ飛ばすこともできるし、慣れてない方でも遠くに投げることができるということですね。そして軽いジグヘッドの操作性がもう非常にいいんですね。どこにあるかも分かりやすいですし、どういう感じで今行ってるのかな、潮の流れはどういう風なのかなというところまで全て分かるような設計になっております。で非常に扱いやすいロッドなのものですから、ちょうどこれ3月にも発売になって、3月からちょうどマージングがこれからメインになっていくような時なんで、だんだん寒さも緩んで、アジの活性も上がってくるという時期でもありますので、ぜひその時期にこれを使っていただきたいなと思います。今もずっと実調しておりますけれども、20センチぐらいからだいたい27、8センチぐらいのメインでずっと釣っておるんですけれども、非常に使いやすいですね。僕らが使っていても何の遜色もない感じで、非常に扱いやすくて、特に軽い 0.5 グラムとか、ひどい時 0.3 グラムなんかも使うんですけども、そういったものの操作性も本当にいいので、非常に分かりやすくて操作がしやすいと思いますから、ぜひ皆さんよかったらこのロッドを使ってみてください。本当に使いやすいロッドに仕上がっております。よろしくお願いをいたします。